皆様、こんにちは。えっと、まあちょっと急遽ですね、ちょっと急遽このまあ収録を取らさせていただいてるんですけども、まあ今回、あの、まあ、コロナの影響で、結構、あの受験生の皆様もかなり影響が出てるかなというふうに思います。まああの講義っていうところでいうと、やっぱ、等身の方ですね、特にこう生講義を今まで受けてた方は、通学ですよね、通学がまあできなくなってきたと。 いうところで、まあ、レックスとしてもですね、まあ、緊急事態宣言が発令されて、まあ、要はあの都内で、まあ、要は集合研修というか講義ということで、まあ、人が集まる場所になってくるんでやっぱりこあやめましょうというところで、まあ、しばらく自粛の流れになってますと。ということで特に通学されてた方はかなり影響度がでかいかなというふうに思いましてでじゃどうやって勉強していこうかなとか、まあ、突然ですねやっぱりこう環境が まあ変わって、で、いう感じになってるんで、結構いろいろですね、あの、精神的にも、まあ、辛い時期かなというふうには思います。ただ、ここはやっぱりの乗り換える、乗り越える必要があって、要は、まあ、みんな同じ、結果的に、まあ、みんなが同じ、あのー、なんていうんですかね、こう、環境に当たってるんで、まあ、そこをですね、あのー、まあ、乗り越えていくっていうのも、まあ、あのー、一つ。 鍵かなとなのでみんながこう乗り越えていく必要があるんで、まあ、健康に、まあ、留意しつつですねあの、まあ、乗り越えていきましょうというところですねでそんな時にですね、まあ、今までこう、まあ、通信でやられてる方は、まあ、あの結構ですねペース配分とかもあの結構まあうまくやってこられてた方も多いと思うんですけど私自身も結構やっぱり通信向けのですねあの割と 講義が多いので、まあ、結構地方の通信の方との交流とかも結構多いんですけど、まあ、いろんな方とですねあの、まあ、通信の方の、まあ、いろんなノウハウっていうのがなんか、まあ、ノウハウというか、まあ、いろんな勉強方法みたいなのが、まあ、いろいろ情報が入ってくるんでそれを今回です、ね、通学の方にですね、まあ、お伝えしたいというふうに思ってるんですけどじゃあ通学の方が突然じゃあ通信の環境になりましたと、ね、どうすればいいかと。でまああのー うですかね、こうじゃあ,あのペース配分ですね一番危険なのがペース配分が分かんなくなっちゃうっていうところが危険でしてもうペースは自分で作っていくしかないんですよね。で通信の方がよくやられてるのはとにかく計画作りです。もう計画を作るで 引いちゃうんですね。もう、あの、本試験までのびっちりとした計画引いちゃうんですよ。で、一個でも遅れると全体がずれるんで、本試験間に合わなくなりますっていう、もうクリティカルパスの、あの、全科目がクリティカルパスになってる計画を引いちゃえばいいんです。そうすると、一個ずれると後ろ倒しになるんで、全部本試験間に合わなくなる。だから、やんなきゃいけない。今日やんなきゃいけない。で、これ今日やんなかったら、もう、あの、明日はもうアウトだと。 というような感じの計画を作っていくで。調整がしにくい計画を作るわけですね。わざと。っていうのは一つおすすめかなと思います。で、でやるべきこと。で、計画を引いて、でそこでもう一個あの重要なのが、やればいいってもんではないということですね。その計画通りにやることが大事なんですけど、その計画そのものが、そんな本当に価値のあるものなのかとで。試験に対して効果を及ぼす内容になってるかどうかも、ちゃんとしっかり見直してほしいなと。 いいうふうふに思っててましてただやればいいとで特に一番危険なのは過去問をただ回すだけみたいな作業でそれも意味ない1週間7日間ありますとで、まあ、7科目あるんで1日1科目ずつじゃ1年1年ずつやっていくかというふうになってくると。 単々にこう、量をこなすだけの作業になっちゃうんですね。だそうじゃなくて、本来は、合格するための、自分自身が合格レベルに持っていくための一日であるべきなんで、あの、一年分の過去問を回すための一日じゃないわけですよね。だからど、どうでもいいと。逆に言うと、回んなくてもいいんです。回らなくても、この論点、この年度の過去問の重要ポイントが理解できた日になってれば、クリアなんです。 なので計画を引きました。で引いたのに対して実績のクリアしたしてないの判定は自分自身がレベルアップしたかどうかですね。本試験に向かってあの自分が進んだかどうかを判断基準にしてほしいと。なんで単に量をこなしたから OK というわけではないと。 テキストのこっからここをやろうっていうふうに決めてそれを単にやったから OK じゃなくてやった中でちゃんと身についたかどうかですね身についたかどうかを必ず確認して OK 今,今日はちゃんとクリアしましたでは明日の計画に行こうというふうにこなしていくのが大事ですね。なののであのー 結局は一緒なんですよ通学してる時と一緒であの結局ペース配分が自分自身っていう要素がちょっと強くなるだけであって結局やってることは一緒なんです。 やってることは一緒ですし、講義も結局生講義聞いてもですね、そんななんか分かった気になって、で後で結局家で復習しなきゃあの成長しないんで、あの一緒なんですよね。動画見るのと一緒ですと。で、モチベーションあれば別に動画、映像で,です、ね、こういうふうに一方的に喋ってる映像見てもですね、まあ割とできるんですよ。できるので、なんで、あの、そんなに環境が悪化してるわけじゃないと。通信環境になったからといって、生講義は来れない。だから悪化してると。 やばいといいととうわけではないとそんなに変わなないですあのそんなに影響はないですんであの今まで通り頑張ればいいですし逆に今まで以上にあここに気をつけなきゃいけないちゃんと自分が成長してるっていうポイントにチェックしていかなきゃいけないんだっていうところに気づけるチャンスかもしれないですね。なのでこう今のこのピンチな状況をやっぱりチャンスに変えてより良い今まで以上に良い結果をもたらすための時間に。 これからしていく、まあ、そういう風うにちょっとなってい,い,いくようにやってほしいなと思ってます。なんでちょっと私もですね、あの実際にこう十 受受験受講生さんの前に立ってですね直に喋れないっていうなんかこう悔しさみたいなものはやっぱりあるんですけどでもやっぱりこうまあ、映像を使って届けられるんですよね届けられるんで,で今までですねあの届いてなかった人にもあの届くかもしれないと通学中心で私の講義を受けてなかった人もまあ私の講義を受けるようになるかもしれないそれによって何か,かプラスに変わるかもしれないですよね、まあ、なのでそういうふうにあるんでまあ私自身もですねやっぱりちょっとあの影響というかあの。 まあそういういコロナショックは受けてる立場ですけどもただやっぱりプラスに変えたいなと思ってるんでそれをですねやっぱり受け止める皆さんもまあプラスになるように是非一人一人がやっぱり立ち上がってですねやっていってほしいなというふうに思ってますま。なんであのそんなふうにしてですねあのこの時期をまあ乗り越えていただいてまあいずれ落ち着きますんで収束するんでまあその収束した時にですねあの花開くようにやればいいかなと。 で、あとは、実際の本試験が大丈夫かっていうところですね。で本試験、まあ、あの、オリンピックが延期になりましたけども、あの、オリンピック、元々のオリンピックがある前提で7月に一次試験が設定されていたと。で、この7月の本試験は大丈夫かというところはまあ、1個あると思います。で、今のところは、あの、今のところは大丈夫。でやる、やる方向で動いてるようなんですけど、まだ分かんないですよね。あの、あらゆる、あの、試験。 がですねちょっともっとこう、まあ、春,春に開催されるような試験に関してはもうほぼ中止になっているのが多くてですねあのなんでちょっとまだ見えないですねなんで試験も結構中止にしてるんで今の状況がずっと長引いてしまえばですねちょっと7月まで差し掛かってしまえば中止になる可能性はなきにしもあらずですだただ分かんないとだから分かんないんですけど、まあ、ただ準備だけはやる やる前提で準備だけはしておかないと、やるってなったらやんのかいみたいな風になったら間に合わなくなっちゃいますんで、やるっていう前提で、まあ、すとにかく進めておいていただければと思います。で、あのー、万が一ってこともあるんで、万が一だったらもうしょうがないですよね。もうみんな、まあ、全員同じ条件なんで、もうそれはしょうがないという風うに、まあ、割り切るしかないですんで、まあ、とにかくやるっていう前提で進んでいってほしいなという風に思います。で、結局、あのー、 内容今年の本試験は、まあ結局内容的にはもうすでに、まあおそらく問題はもうできてると思います。できてる頃だと思いますんであの、もう問題自体がこれから変わっていくことは、まあきっとないと思いますしただ、コロナっぽい問題、なんかこう、感染症によるみたいな、なんかそういうなんか文言とかが入ってるような問題、まあないと思うんですけどね、そういうのは差し替えるかもしれないですけど、基本的にもう確定したものを出すか出さないかのところなんで、対策方法は基本的には変わらないはずです。変わらないんで、今まで通りに。 やってておいていただければというふうふに思ってますであの一番きとにかく科目的に一番危険なのは形状システムだと思いますので形状システム、まあ、間違いなく難易度上がるんであのこの周辺科目で形状システム苦手な人も多い中であの難易度上がるのはまあ100%上がると思いますのでそこだけちょっと注意しておいていただいて他の科目は、まあ、あの割と安定的かなと思います。でまあ、ホームも結構優しく 優しい寄りになってきてますし、まあ、経済がそろそろガツンといくんじゃないかという話ですけどまあまあ基本は安定志向をとってるんで、まあ、大丈夫かなとであとはまあ財務会計もちょっと注意ですね財務,財務会計もちょっと注意したい方がいいかなというところなんでま経常システムと財務会計ですかねちょっと難易度が上がる可能性はあるかなとは見てますんでまあ一応ちょっとそこ に関しして注意しつつですねあのやるべきことはまあ変わらないという感じですね。まあなのでまあ今年ちょっとかなりイレギュラーなあのー、例外対応ということで、まあ、環境変化が見えない状態ですよねになっている中でですねちょっとやっていかなきゃいけないというところなんであのー、大変ではあるんですがまあ条件はみんな一緒なんで、まあ、ここをですねいかに乗り越えてですね逆にまああの受かった後はいい 思いい出にななるかもしれないですよ、ね、まああの時期大変な時期に実は受けたあのそこで受かったこの年度で受かったんですよっていう話がですねあのあ後々いろんな人に、まあ、できればいいですよね結局プラスですんであのでなのでですねまあ今は大変ですけど後から振り返った時にあの時頑張っててよかったという状態に、まあ、できればなというふうに思ってます。なんで、まあ、とにかく後々悔いが残らないように、まあ、継続的に頑張って。 いただければというふうに思いますんで、まあ、あのそんなメッセージをですね、まあ、ちょっと伝えさせていただきたかったというところですね。たかったですんで、まあ、ぜひです、ね、受け止めて、このメッセージを受け止めていただければというふうに思います。じゃあ、えーとまあ、私からの発信としては以上になりますので、まあ、どうぞあの体に、お体にです、ねまあ、気をつけながらですねあのぜひ頑張っていただければと思います。じゃあどうもお疲れ様でした。